Hi everyone, my name is Mayuko. 皆さんこんにちは、Mayuko です。今日は今週スーパーで何を買ったかっていうのを皆さんに紹介していきたいと思います。今日はね、じゃん、アルディに行ってきました。アルディはね、結構ね、安いの。安くて、で、なんかフレッシュじゃないとかいう意見も聞いたことあるけど、私結構アルディにしか売ってないお菓子が好きで、それを求めに行くことが多いんだけど、でもなんかオーガニックのものとかも結構売ってて、それは安い。あの他のお店に比べたら安い。プライベートブランドだからかわからないけど、安い感じがしてます。じゃあね、まず今日買ったもの。ココナッツミルクでしょ？今日はね、トムヤムクンをね、作ろうかなと思って、ココナッツミルクを買ったんだけど、パンプキン。これはスープにします。レモンとか超普通なんだけどさ、あとプチトマトでしょ、あとはフレッシュグリーンチリ、あとはガーリック、ニンニク量り売りです、ニンニクは。で、あとはこれはね、ブリーっていうチーズの、オーガニックのチーズです。蜂蜜といつもね食べるんですよ私。あとね、これがね、すごい好きなお菓子で、あのサワークリームオニオンの味なんだけど、これね、あのライスクラッカーって言って、おせんべいっていうか、お米からできてるから、なんか気持ちヘルシーかな、みたいな。あとね、これね、超大好きなココナッツロールで、まあ、これもなんかヘルシーっぽいかなと思って、でもいつもね、1日で2つを食べちゃうんですけど、あとはクッキングペーパーを買いました。これでね、全部でね、30ドルくらいだったって感じです。今日はコールスっていうスーパーに行ってきました。とね、結構2大スーパーの1個って感じです。なんか日本だと、ヨーカドーとか声優とかくらいかな、まあいいや、わかんないけど、今日ちなみに買ったのはバナナでしょ。これは毎日のね、朝食、毎朝の朝食のバナナでしょ。あとこれはココナッツヨーグルト。ココナッツヨーグルトは牛乳とかミルクを使ってなくて、ココナッツでできてるあのヨーグルトなんだけど、いつもね、何個かメーカーがあるんだけど、オーストラリアのスーパーってセールとかなるの。結構ね、セールでして安いやつのメーカーを買います。これはね、2番目に好き。コヨが一番好きなんだけど、ちょっとね、普通に買うと、8ドルくらい、8ドル、9ドルぐらい。今日は確かね、5ドルぐらい、半額くらいで買えました。あとはこれも、レンティルチップスっていう、レンティルって豆かなのチップスで、これも結構ヘルシー的なやつなんだけど、セールになったので買いました。あと普通に買うとさ、500円って5ドルぐらいするからさ、やっぱセールの時に買うよね、お菓子だしみたいな。あとリンゴ、私のおすすめはいつもね、ピーナッツバターをつけて食べます。これはおやつでしょ。あとね、ブロッコリーに、今日はローストベジタブルをやろうと思ったので、今旬だからね、100円ぐらいで買えました。旬の野菜でしょ。あとはその入れるローズマリーと、これも旬のブルーベリーをゲットしました。あとちょっとこれはコールスじゃないんだけど、今日仕事帰りに、前のいつかの動画に出したサンデーマーケットがやってたので、マッシュルーム買いました。このバッグで5ドルぐらいだから、結構ね、安くてフレッシュだから嬉しかったって感じです。今日は仕事の後にスーパー寄って帰ってきたから、今仕事のユニフォームなんだけど、ウールワースっていう、なんかコールスのライバル会社みたいなスーパーで買ってきました。見て、リュックに入れて背負ってチャリで帰ってきました。じゃん、まずはグルテンフリーブレッド、ソイ味。これね、7ドルする。意外と結構する、私的に。でもなんかグルテンをね、取らない方がいいかなって思って、グルテン大好きなんだけど、グルテン大好きっていうのも変だけど、でもこれグルテンフリーなんだけど、グルテンフリーぽくなくて、普通のパンっぽくて、まあ、グルテンよりは健康的だからいいかなと思ってちょっと買う。セロリスティックでしょ。なんか同じようなのばっかり買ってるよね。じゃん、これはイエローピーチです。
今ね桃のシーズンだからこれでね 4.5 ドルだからね400円いかないくらいでこんなにいっぱい入って買えます。アスパラこれも今シーズンだから 1.5 ドルとかで100円しないぐらいで買えました。じゃん、定番のココナッツヨーグルト、今回はパッションフルーツ味を選んでみました。でいつものブルーベリー、これも、シーズンだから安い、3ドルぐらい、嘘だな、 4.5 ドルだから300円ぐらい。でも日本と比べたらさ、ブルーベリー安い気がする。あとお豆腐、これはね、なんか初めて買ってみた。これ見て見て、これはセールだったから買ったっていうのもあるんだけど、じゃーん、ティラミスヨーグルト。美味しいかわかんないけど、なんかティラミス大好きでさ、ヨーグルトってヘルシーだから。これ番外編、昨日買ったバンドエイドです。懐かしくないですか。そう、同じようなもん結構買ってるからつまんないかなって思ったけど、今度ね、今まで買ったことないやつしか買っちゃいけないゲームをしようかなって思ってます。その動画撮ります。ゲームっていうか一人だけど、はい、ウルワースで今日は買い物しました。よし、今日はあのウルワース、この間行ってきたって出したんだけど、ウルワースメトロっていうウルワースのミニバージョンみたいなのがあって、お家からね一番近いスーパーってそこなので、今日は、そこに行って買ってきました。帰り道歩きながら食べちゃったけど、まずおせんべい、これはあの海苔、なんか海苔醤油おせんべいみたいな感じで、おにぎりくんみたいな日本で食べてたスナックと似ててめっちゃ好きです。これはポークのひき肉、今日はタコスを作ります。だからこれは、トルティーヤ のタコスの下の部分。あとね、これがレタス、ベビーレタスっていう、なんかオーストラリアってベビーシリーズが多くて、ベビーなんだろう、ベビースピナッチとか、そうベビーシリーズが結構ある気がする。あとはこれはキヌアの1キロ、お米の代わりに食べたりしてます。なんか使えるから買いました。あとはじゃーん、コヨの一番好きなバニラウィンズのヨーグルトです。これはネクタリン、ネクタリンってネクタリン、スモモ的な、ネクタリンはネクタリンだよね。これはプチトマト、これもセールです。オーガニック、セールだからオーガニックみたいな。これはタコスの素、アボカド、これね今日ね 3.9 ドルで結構意外と高い、私的に。あとはクリスマスカードを買いました。こんな感じで1週間私が買ったもの、本当は1週間ちょっと過ぎてんだけど、をお見せしました。オーストラリアに住んでる人は気になった食材買ってもらってもいいし、日本に住んでる人とか違うところに住んでる人は、あ、こんなもん食べてるんだって、なんかこうちょっと面白がってくれたら嬉しいです。はい、 Thank you for watching my video. See you now.